皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Google マップにある自分の店にですね、 口コミを書いてもらう方法ということでお話ししたいと思います。えー、Google マップ、まあ、あの、企業側から言えば Google マイビジネスですけど、に口コミを書いてもらう方法っていうのは、実は5通りありまして、 まあ、有名な4つの方法プラス、裏技的な方法を1つ合わせて5つですね、今日はですね、あの、紹介していきたいと思います。いつものように YouTube のメンバーシップの方限定でですね、この後動画を見ていただきますが、月額190円から学べますので、興味ある方は、この動画の下のリンクの方からですね、申し込んでいただければですね、今日からえ学ぶことできますし、過去の動画を見ることできますので、よかったら申し込んでみてください。では、早速ですが、紹介していきたいと思います。 ではまずこちらからご覧ください。1つ目ですね。はい、ではどうぞ。